どうも、石川です。はい、これより登録完了した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、奈良ブロックの2020年度の問111から120までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。ということで、引き続き第5章ですね、最後になります。皆さん。いやー、ここまで動画を見ていただきましてありがとうございます。問1からやってきましたね。いやー、頑張りましょう。最後のところですね、頑張りましょう。問111番です。次の一般用医薬品の安全対策に関する記述のうち、正しいものを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。2番なんですが、一般用風邪薬の使用によるものと疑われる雷症候群の発生事例が2003年5月まで26例報告されてということで、これ違います。これ何かというと、雷症候群ではなく、こちらにもちょっと書いてみました。間質性肺炎に関する記述になります。雷症候群というのは、サリチル酸系のものですね。雷症候群というのはサリチル酸系のもので、なので、サリチル酸系のもので起きるこの雷症候群は、小児のこの脳の重篤な脳の、病気になりますよね。なので、ごめんなさい。なので、15歳未満は使っちゃいけないよとかっていうのがされてる産経結構あったと思いますので、そのあたりのところをもう一度思い出していただきたいなと思います。はい、ということで、ここ、雷症候群、あと、ライエル症候群とかでも、雷症候群なんか引っ掛けてきますので、十分に気をつけてください。ライエル症候群に関しては、これはあれですよね、第2章のところで、ライエル症候群、天と呼ばれる、やつありましてね、皮膚粘膜癌症候群、とか、あとは中毒性表皮脂誘拐症とか、そのあたりのところですよね。なので、そのあたりのところもう一度思い出していただきたいなと思います。はい、ということで、ここのところですね、2番は誤り。それから3番は、慢性肝炎患者が詳細ことを使用して、緑内障、ではないですよね。詳細ことを使用して、これ、間質性肺炎を、発症したのでというところになりますので、3番も誤り。それから4番、塩酸フェニルプロパノールアミンは、鼻炎用内服薬などにですね、配合されておりました。そして、間質性肺炎の発生リスクとの関連性が高いことからではなく、これ、出血性脳卒中との関連性が高いのでというところになりますので、誤りとなります。はい、ということで、正しいのは1番が正解でした。はい。では次行きましょう。問112番です。医薬品の適正使用のための啓発活動に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。B のみが違いますね。特に青少年では薬物乱用の危険性に関する、認識や、理解が十分できているため、そんなことないです。で、好奇心から身近に、入手できる、薬物を興味本位に乱用することはないよ。そんなことないです。ちょっと使っちゃって、おお、なんか気持ちよくなってきちゃうとかっていうことあっちゃいますので、なので B は誤りですね。はい、それから C と D は正解なので、2番が正解です。特に D のところはですね、A と D のところはですね、この、何月何日というところも引っ掛けてきますので、しっかりとですね、このあたり注意しておいてください。はい、ということで、次に行きましょう。問113番です。次の一般用医薬品の添付文書における使用上の注意に関する記述のうち、誤ってるものを一つ選びなさいということで、はい、答えは4番が誤っておりました。何かというと、ポピドン用度は血中の、電解質のバランスが損なわれて、心臓の負荷が、増加し、心臓病を悪化する恐れがあるため、とかっていうことが書いてあるんですけど、これはポピドン用度ではなく、硫酸ナトリウムに関する記述になります。硫酸ナトリウムのナトリウムが、ここですね、電解質、ミネラル分のバランスの乱れを生じていきますので、ナトリウムが心臓の負担とかを増大していきますから、なので、そこ、ポピドン用度ではございません。ポピドン用度は要素系のものになりますので、要素系のものに関しては、例えば甲状腺疾患の人とか、そういったところの注意事項がございますので、注意しておいてください。はい、ということで、113は4番が誤っているものとなりますので、次行きましょう。114番です。
一般用医薬品の添付文書における使用上の注意に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A は正解、 B なんですが、アスピリンは、胎児の動脈管の収縮などの恐れがあるため、妊娠12週以内の、妊婦は使用しないこととされているということで誤りです。これ何かというと、妊娠12週以内じゃなく、出産予定日です。出産予定日12週以内の妊婦さんですね。こういった胎児の動脈管の収縮だったりだと、あと出血傾向とか悪化してしまう可能性もありますのでダメなんですね。動脈管って何だろうというところでは、第2章のところでは勉強しておりませんでした。動脈管に関しては、お腹の中の赤ちゃんが特別持っているものになりますので、ぜひこれ大人になると動脈管というものがなくなってしまうんですけど、大人というかこう生まれてくるとなくなってしまうんですけど、胎児、お腹の中にいる赤ちゃんというのは、通常の、生まれてきた後と生まれる前とかでは、体の構造が少し違っております。なぜかというと、例えばお腹の中にいる時には肺呼吸とかしてなかったりするので、その肺の方に送る血液とかいらなかったりしますから、なのでそういったところでは、通常の地上というかお腹の中にいる状態とは、また、体の中の構造が少し変わっておりますので、このあたりもぜひ、勉強すると面白いので、ぜひぜひ、インターネットなどで検索していただくと面白いかなと思います。はい、ということで、そんなのが動脈管というところになりますので、このあたり、このぐらいで、お話はちょっと終わりにさせていただきたいと思います。はい、では、114は4番が正解という形になりました。では次行きましょう。115番です。一般用医薬品の添付文書の次の人は使用しないことの項目の中に、妊婦または妊娠していると思われる人と記載されている主な成分とその理由の組み合わせについて、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。これちょっと難しいと思いますよ。私これ結構難しい問題だと思いました。なので、ここできなくてもしょうがないかなっていう気持ちはちょっとありますが、一応見ていきましょう。まず B なんですけど、イブプロフェンに関しては、これ腸の急激な動きに刺激されて流産早産をする恐れがあるよとかっていうところではこれ違います。腸の急激な動きで流産早産とかはこれ下剤とかの記述になってきますので違うんですね。なのでイブプロフェンとかは特に今回こういう注意事項、例えばイブプロフェン、出産予定日12週以内の妊婦さんとかには、ダメですよとかっていうのもあったりします。なのでアスピリンとかイブプロフェンがそういったものが該当してきますので違います。はい、それから D のジフェンヒドラミン、子宮収縮が促進されるためというところでこれ違います。何ですかねというか、ジフェンヒドラミンに関しては妊婦に伴う不眠はですね、睡眠改善薬の、適用症状ではないためというところが答えになってきますので、なので、D は誤りとなります。なので A と C の2番が正解という形になりました。ちょっとこれ難しいと思いますので、ちょっとわかんないなという方は飛ばしていただいても私はいいかなと思う問題となりました。はい、では次行きましょう。問い116番です。次のうち一般用医薬品のスクラルファートが配合された胃腸薬の添付文書の、使用上の注意の項目に長期連用しないことの旨が記載されている理由として正しいものを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。何かというと、スクラルファートというのはアルミニウム製剤ですよね。スクラルラルアルアルミニウム、もうすごいですね、ごめんなさい。アルミニウム含まれておりますので、なのでアルミニウム脳症、アルミニウム骨症のリスクを生じちゃいますので3番が該当していきます。はい、では次行きましょう。問い117番です。一般用医薬品の添付文書の相談することの項目中に、次の診断を受けた人として血栓のある人、血栓症を起こす恐れがある人と記載されている主な成分として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A のセトラキサート、 C のタロネキサム酸が該当してきます。例えばセトラキサートは胃腸薬のところで出てきました。体内の方に入っていきますと代謝されてトラネキサム酸を生じちゃいますので、セトラキサートとトラネキサム酸はイコールと思っていただくと覚えやすいかなと思います。あとはトラネキサム酸はですね、他のところでは例
えば風邪薬のところとかでも登場してくる抗炎症成分として出てきますので、そのあたりのところをもう一度確認できるようにしていきましょう。で、これらのものは血栓のある人、血栓を作りやすくしてしまいますので、例えば脳梗塞、心筋梗塞の原因というのも血栓が原因だったりしますから、そういったものの過去の起用歴、過去の経験があるような人にはですね、こういったものはですね、要相談が必要になりますので、十分に気をつけていきましょう。はい。ということで、117は、2番が正解、2番が正解という形になりました。はい。では次行きましょう。問い118番です。次のうち、一般用医薬品の添付文書の相談することの項目中に、次の診断を受けた人と記載されている、基礎疾患などと主な成分の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。いやー、これ難しいですね。これもちょっとなんかややこしいですね。でも少しずつ見ていけばですね、しっかり覚えられますので確認していきましょう。まずは胃十二指腸潰瘍と診断されたものなんですけど、主な成分としてはパパベリンではありません。なんですかね、胃潰瘍、十二指腸潰瘍と診断された、人に関してはですね、例えばアスピリンとかエテンザミドなどの解熱鎮痛成分とか、あとはビスマス製剤とかそういったものが、該当してきますので違います。ちなみにパパベリンに関しては、こちらですね、緑内障ですね。でしたよね。なのでこのあたりもう一度確認していきましょうね。はい、ということで、そう1番は違いますね。で、2番は、腎臓病とかはですね、これも結構いろんな成分が該当してくるんですけど、例えばアスピリンとかそういうようなものが該当してきます。なので、メチルエフェドリンとかはですね、このメチルエフェドリンは例えば、糖尿病だったりとか、甲状腺機能亢進症だったりとか、そういったような方に対しての内容となりますので違います。そして3番は正解。それから、4番に関しては糖尿病とか糖尿病とジプロフィリンですね。このあたりはですね、糖尿病は例えばアドレナリン作動成分とか該当してたりもしますけど、ジプロフィリンはこれは、前ちょっとこちらにも書きました。ジプロフィリンはですね、転換とかですね、そういったところで、気をつけましょうというものがありますので、もう一度確認していきましょう。特にジプロフィリンに関してはキサンチン系と呼ばれるものになりますので、脳を興奮する恐れがありますから、恐れで脳を興奮することを目的としたりしていきますので、転換の方っていうのは脳を興奮しやすい方になりますから、なので転換発作起きやすくなっちゃいますので、ここ必要な内容となります。はい、ということで、問い118番は3番が、正解となりました。では次、問い119番です。次のうち医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、答えは4番が正解となります。 A、B 違いますね。 A の、もう発用薬、これ該当してこないんですよ。そして、禁煙補助剤もですね、これ該当してこないので、なので、該当してこないというか、ごめんなさい、ね、対象とならない医薬品として正しいものなので、なので、対象と通常ならないのは、ワセリンとか、それから一般用検査薬に入ってきますので、なので、この、毛髪用薬とか禁煙補助剤に関しては、これは対象となるものとなりますので、このあたり間違えないようにしておいてあげてください。はい、ということで、ここ、4番が正しい内容となりました。はい、そして最後ですね、問い120番、医薬品 PL センターに関する、記述の整合について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A は正解。それから B、平成7年7月の、製造物責任法、通称 PL 法と呼ばれるものでしたよね。の、施行に伴い、厚生省が、開設しましたよとあるんですけど、厚生省ではなく、日本製薬団体連合会というところですね。日本製薬団体連合会。そのようなところがですね、開設をしておりますので違います。はい、それから C は正解。それから D なんですけど、医薬品や、医薬部外品及び化粧品に関する苦情の相談を受け付けてますよとあるんですけど、これ化粧品は該当しません。医薬品と医薬部外品の、相談を受け付けていますので、ここよく引っ掛ける問題となりますので、他には医療機器とか入ってたりしますから、ここ間違えないようにしっかりと確認しておいてくださいね。はい、ということで大丈夫でしょうか。はい、なので、特にですね、この7ブロックの、最後のところ、医薬品の成分が出てくるもの結構たくさんあります。なので、ここただ他の都道府県に比べればまだまだ少ないかなという感じがありますので、
ぜひ、間違えたところはもう一度できるようにしっかりと確認しておいてあげてください。はい、ということで大丈夫だったでしょうか。はい、なのでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと質問なども受けておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。